はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。仁王22周目夢路編を攻略せよ。はい、ということで仁王2ですね、2周目やっていきましょう。前回少し効果音が大きいかなと思ったので、一応ね設定でオーディオね、まあこう1段階ね効果音下げてるんですけど、いやこれどうしような、 BGM とか全体ボリュームも少し下げた方がいいかもしれないですけど、まあこれで一回やってみようと思います。よし、ということでやっていきますよ。で、今ね、まあ、能力値的にはまあこんな感じですかね。前回レベルが上げて芯に1個振ったんで、まあこういった感じで、レベルは263ですが、やっぱりね忍びとね呪いのあれが全然ないんで、これなかなか難しいところですよね。みんな結構さ、いろんな、まあ、バフかけてさ攻略したりしてるっぽいんで、ここら辺がないのはきつい。で、武器としてはまあ一応大太刀メインで使ってるのよね、まあ、こういった感じで使ってるんだけど、このコンボから続けて四角っていうのはなんか未習得なんだよね、大太刀。あれなんでだろう。L1 たつ資格もないね。不動の構え、あー不動の構えあってもいいと思うけどな。あ、でも上段か。中段のこれもね取ってないんだよね。この牛突っていう牛突っているかなこの朝風とかの方がいいんじゃないか。朝風天か。この辺りがね少し迷うとこなんですよね。このね罰即山っていうの結構使えるっぽくて、 R1 とね丸長押しをねこれから少し使っていこうと思っております。これはこの下段の朝影人、これねトライキシギの太刀、これもあんま使わないけどねまあとりあえずねこの爆速山、これをねまあ使えるようにしましょうか。不動の構えはどうかな、いざという時に使えたらいいのかもしれない。奥義っていうのはさ、攻撃動作中の敵に正面から攻撃した際の気力へのダメージが増加する。あらこんないいの持ってたの。じゃあ合掌打ち入れましょうか。奥義なんか持ってたんだえ、刀って奥義持ってる？刀の場合は奥義持ってないね。まあとりあえず奥義を習得したということで、さあどこ行きましょうね。クリアしてないのがね結構いっぱいあって、黄金の城、前回行ったのはこれだったよね確かね、姉妹の夢。これ姉妹の夢ってこれかぶしてる、かぶせてるのかな、姉妹の夢と姉妹の夢でね。そうするとここがね、中元の魔の解放、眠らぬ鎮魂、柴田勝家と喋る。浅井さんと戦うのね、浅井さんと戦うのもあれだけど、よし、じゃあこれにしましょうか。都市密じゃないかあ、ダメだな戦う系じゃなくてねダンジョン進みたいからこれにしましょうか。大悟の花見に招かれた者は思い思いに桜をめでる歌を読み、句を記した短冊を木に飾ったとか、長政殿のご息女の健在を知る手がかりも残されているかもしれません。醍醐寺に向かってくれますか。ということで行きましょうか。はい、さあ長政のご息女といえばね、チャチャ様ですよね。京都伏見の醍醐寺は主権城の主権者の霊場として始まり、歴代権力者の庇護を受けてきた大寺院である。山麓に広大な境内を持ち、無数の伽藍が立ち並ぶ。戦乱による荒廃を
陶器城の援助を受けて修復し、陶器城にゆえんのある美濃や尾張から700本以上もの桜を植樹して春の開花を待ったというと。行きましょうか。さあやってまいりました。よし、とりあえず拝んでおきましょう。拝むとちょっとアムリタが手に入るんだよね。まあ付け替え等もとりあえずはせずに、行きましょうか。バツ即断の練習だけしとこうか。こう？長押し？あ、こうか。一回収めないとね、一回収めて。うわ、ちょっと。ちょっと使い勝手がわからん。ほっ。いったいった。これがかわされるからね、上段のこのね、これ鶴瓶切りみたいなやつね。結局下段でいくことになっちゃうんだよね。ほっ。ほいほいほい。いや、今持ってる武器って、待って、前回さ、めっちゃ強い武器手に入れたはずなのに装備してない。よいしょ。さあ装備品もしっかりね切り替えてきます。装備品の切り替えぐらいさせてくれよ、ぬれ女さんよ。痛い。お前こんなところにいたのか。よし。抜けられないようになってる。いや、ここで倒れるわけにはいかんぞ。さあとりあえず斬新して、よいしょ。まあこの裏立ちだけに頼っていくのもね、なかなか厳しいもんがあるよね。よいしょ。2周目のこいつらね、すげえ攻撃力あるから。ポイント、これもね、なかなか当たんないんだよね。ほいっと。あ、これあれか、抜けられないミッションか。しくったな。うわ、サブでもさ、あ、やべ、足が遅くなってる。ステージがあるやつとないやつがあるんだよね。2000か。しょうがない。使っちゃうか。さあ、木綿さんもすごいよね、この妖怪技だけで倒せちゃうから。さあ、水をまとっていく。さあ、待っておくぞ。あ、道が解放されただけか。よーし。で、装備品をね、変えないといけないんですよ。物干し竿じゃなくて、これ両面スクナね、1662まで上がる。大して変わんないけど。でもアムリタは獲得はそんなに受けないのか。受けと崩しの値も物干し竿の方が高いぞ。ダメージ範囲アムリタゲージ B+。崩しと受けは下がっちゃうな。まあ、取るだけ取ってみるか。近接武器2にさ、そしたら物干し竿を入れとく？あ、同じやつは無理か。そはやね。まあいいや、行きましょうか。よし、とりあえず武器を変えてみました。あれ？こんなかっこよかったっけ？ねえ。え？こんな武器だったっけ？あ、そうか、両面スクナ初めてか。使うのね。初めてだわ、多分。スクナ使うの。さあ、またなんかいるぞ。ほっ。あ、なんかすごいダメージ当たってない？さあ、入れて、いくよ、バット。雷のダメージが当たってる？なんか微妙だな。
ダイゴはあれか、落ちたら落下したら死ぬパターンか。ちょっときついな。いって、うん、ほっよいしょ、うん、うわ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 、いた、よいしょ、あー、抜刀が危ねえ。いって、ちょっと待ってくれ、危ねえ。おお、この抜刀のやつ難しいな、使い勝手が。あそこか、いやらしいとこからやってくんなこいつ。練習しないとね。でも強いって言うから、バットのやつ長押しっていうのはね。今のだよね多分ね、閉じてからバットいくよ、いくよ。あー強いのかな。で、戦略が珍しくもう突きかけてるこのエリアで無駄な戦い方をしてるからね。ちょっとおため、技のお試しとしてはちょっとね、間違ってる。おーおーおおうん、いくよ。危ねえ、いくよ。あ、ダメだこれ、タイミングが難しい。うわ、入らない。うん、失敗した時のリスクがでかいうおー、雷のはすぐなの効果かな。罰則弾、あーでも分かんない、罰則弾に入れてたかもしんない、雷の不要。いや、700しか当たんなかったな、ちょっと微妙だね。ほっよーし、だんだん妖力が溜まってきたか、スクナさん。まあ3000とか4000とかぐらい当たらないときついよね。お、ラッキー。よし、とりあえず一旦拝んで戦略を補充しておきましょうか。うん、まあレベルの高いところに来てるんでアムリタは溜まる可能性はあるかなと思ってるんですが。おお、そうでも厳しいか、ボスレベル倒してもマックスいかないかもね。1レベル上がるアムリタは取れないかもしれない。ほっ、よいしょ、ほっ、ほい、うん、いやでも罰則弾が、でこうやって入れとけばいいんだね。納刀しといてそっから罰則弾を食らわす。ダメだね、うん、危ね、お、使えないんだよね、タイミングが難しい。ノートを R1 たつもあれなんだけどさ、出ないんですよ技が。ほいほ
コインもらった。ほいほいと、今普通に裏立ちじゃない雪月花が出たと思うんですけど、裏立ちじゃない雪月花ってどうやってやがったっけな。ほい、裏立ちはね L1 と三角なんですよ、私の場合はね。あぶぶぶぶ、死ぬ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 。ほっ、さあ妖怪はかすりもしていない。やべ、風紀さんかこいつは。こういうとこそ決まってくれ、罰則だ。罰則だ。期待しない、罰則だには。よし、通常攻撃でやるしかないね。上段に切り替えての叩き切れ、もう一発じゃ。おら、よし、誰かいるぞ。え、え、桜下の、あ、クリア。え、これでクリア。嘘、なんか奥あるじゃん。わ、なんかよくわかんないけどクリアになっちゃった。よし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 、大してアムリテもらえなかったね。ね、うん、100万ぐらい、100万ちょっとぐらい。1000万ぐらい必要だからさ、17分ぐらいで終わっちゃったね。見つかりましたか。華やかな宴ではあったでしょうが、藤吉郎殿の側室としての記憶いかな心中でお過ごしなのか。しかし生きておることは父として何事にも勝る喜びでしょう。この短冊は長政殿にお届けください。さあ、あだいの長政さんにお届けっていうことなんですが、そしたら戦うしかないのか、長政と。長政強いからな。ソハや、あれ今持ってる武器は結構強いやつがねいっぱい手に入ってるんだけど、なんでだろうね。これ2周目のはずなんですが、ミッションね。あ、盾なしを超えてきたな、とうとう今孔明さんが。まあでもな、448か。美濃宿老の鎧ね。夜がけ、鈴か。まあ、独眼竜とかも超えてるもんね。盾なしが、ね、軍神の将来5つ揃え。今ね、そういうの持ってんだけどね。とりあえずこれを奉納しつつ、そしたら、どうしような、お坂部姫とかになっちゃうんだよね。これメインミッションに行っちゃうとね。結構大変なんですよ、これね。第五の花見とかになるとね。まあ、とはいえ、レベルが上げられるのがなかなか、ないからさ、ね。ここ行こうか。そうか。これ、五六とかと戦うやつか。黄金の城、しょうがない、黄金の城に行くか。三日月宗近、今日の聚楽台ってのは藤吉郎が建てた城だそうね。道理で金ピカなはずだわ。悪趣味を通り越してまがまがしさしか感じられない。あの輝きはきっと霊石の、天界の話が本当ならここには霊石がたくさん眠っているはず。さあ急ぎましょう。と行きましょうか。
偉人心かな。これはなんか前回読んだね。見る者すべての言葉を失わせたというと、呪落台ね。よし、行きましょうか。うん、じゃあ久しぶりにムービーも見ましょうか。秀千代ちゃんの。ほんま、ええ趣味してはりますわ。千利休さん。そうか、じゃあ秀吉と戦うのがこれ。どこへ行ってしもうたんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。秀千代はん、あとはよろしゅうに。さあ、頼まれてしまいましたね、千利休さんにね。利休さんすごい身長高かったらしいよね。リアルすぎるわ。もう手加減は不要ね。まあ藤吉郎とね、縁がある二人だからね、気持ちとしてはちょっと重たいよね。さあ、山城の山品の国、山城の国、山品、どっちだったっけ、山城かな。よいしょ。さあ、仁王通あるある、最初のねえ社の近くに小玉ちゃんがいる。いないね。よし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 。この辺りのあやかしを買ってから行くわ、先行って。はい、無名ちゃん、おみおちゃん一緒についてきてほしいんだよね、いつも思うけど。まあまあ、しんがりを務めてくれるということで、むみおちゃんにね、後ろは任せていきましょうか。さあ、この辺りのあやかしを買ってから行くということですが、こっちに行くと何かあったりする？ん？ほっ、おっ、むみおちゃん、うん、うわあ、うん、あぶね、ちょっと気力切れ起こしちゃうね。やっぱり冗談で振ってると足りない気力が。ほっ、よいしょ。朝影かなんか忘れましたけど、今中段に持っていく技がね、セットされてるからね、使っちゃうんだよね、これね。でも使った方がね、効率はどうやらいいらしいんですけど、いまいちね、私は、苦手なんですね、それね。よし、やってみるか。いやー、ちょっと使い方がわかんないね、やっぱり。あ、普通に長押しするだけで出るのか、今ので出るんだね。あ、じゃあそれでやってみるか。いくよ。あ、いいね、使っていこうか。じゃあ脳通しといて、抜刀斎でいこう。抜刀斎いくよ。出ない。
ちょっと待ってくれ、抜刀さえできないじゃないか。あ、そうかそうかそうか、お守りとつけていかないとやばいね。回収率が下がるねっていう話してたのに。お守り付け替えていきましょう、装備品ね。装備品で、これね、雷受けとかにしてるけど、これをですね、しっかりとしたやつに変えましょうか。これにしようかな。揃え効果の必要装備品数マイナス1。揚力加算9値。あ、これかな。で、もう一個は、どれがいいかな、日よけ。とりあえず死んだ時にね、帰ってくるやつにしたいんですよ。どれだ？あ、これか。術にしよっか。これでもいいけどね、おぼろ月。陰陽道実力、獲得金、アムリタゲージ。どっちがいい？ 18.5%。まあ、こっちにしとくか。術ね。よし、行きますよ。抜刀を試さないとね。バッ、見て。いや。そう、使えねえじゃねえか、抜刀さんよ。よいしょ。よーし、雷ダメージが入るのがいいね、抜速弾。おお、よーし。さっきの武士を倒すか、そしたら。さあ、ここで、さらに裏立ちも加える。ほいっ、ほいっ、ほいっと。さあ、組み捨て上に、よーし。さすがだね。妖怪パワーがあると強い。ボン、ボン、ボンの。ほっ、ダメだ、当たんないぞ、使いづらい。そして体力がめっちゃ減ってる。いや、ちょっと使いづらいな。いざという時に頼れるような技じゃない。やっぱいざっていう時に頼れないと、技っていうのは。やっぱ裏立ち接撃かみたいな技にはちょっとなかなか勝てないな。あ、ここ呪落台なんか連続でボスが出るとこじゃなかったっけね。そうだったそうだった。ほら、延々だから。よいしょ。蛇の人も出てくるよね、確かね。よいしょ。地味に削っていくしかないからね。おっ、よいしょ。体力いっぱいありすぎでしょう。受けるんだよね、ダメージ絶対ね。だから地味に削っていくしかないんだって。延々なさんよ。よいしょ。さあ、雪月花を食らわしつつ、これがね、カウンター取っても大したダメージが入らないからね、微妙なんだよね。隙が多いぞ。ダイエーナの隙をついていく。隙が多いぞ。
この状態だとね、こっちのダメージも割り方入るから。よいしょ。月が多いと懐に飛び込ませてくれるなんて、なんて優しいやつなんだ。ほいっと。さて、バッチリ倒させていただきましたよ。本当は今のところで霊石を壊しておけば。なんだこれ。あ、百鬼夜行絵巻だ。マジかよ。で、こっちに行けばいいの？戦略の数がちょっと足りないけど。3つか。下か？どうしよう、下はやめとこうか。多分ね、次あれなんですよ。あの、ヘビさんなんですよね。あれ？おお。お。よいしょ。結局これが一番強い気がするな、ハトツがね。ほい、ほい。相手の攻撃パターンさえ見切っていけば、まあ、ハトツで距離取って当てていくのが、まあ、ベスト、なんじゃない？人間、忍び剣ぐらいだったら一発だもんね。ほい。ほい。スクナさん、かなりさ、覚醒早いな。さあ、上の階に道もあるが、まだ横道もある。この仁王2でさ、まあ、あったら嬉しかったのは、やっぱり、これ、白空だからさ、まあ、その、どこで取っても武器がさ、あんま変わんないでしょ。じゃなくて、マップ探索した時にご褒美的な武器があったら、すげえ嬉しかったと思っておりますね。両面つくのはもう最大値になっちゃったよ。早いな、アイオード。ほいと。あ、強雷入れといてもよかったけどな。叩き潰すやつね。中段にぶち込んどこうか、強雷。下段はでもあれで、ね。スキルは、王たちの、中段に、強雷。ここで行こうか。ほい。ほいっと。叩き潰せ。危ねえ。強雷ちょっと微妙だな。ロックさんはね、ロックさんこれだね。結局月が一番強いって。距離が変えられるからさね。月を入れつつ下がって強雷。対人とかだったら強雷はいいけどね。まあ結局でも1000ちょいしか当たらないから、やっぱ裏立ちかな。裏立ちにしとくのがベストだね。集団も裏立ちかな。雪月花だとちょっと遅いからね、裏立ちにしておかないと。高校を支配するやつはこいつか。ほいっと。ほいほいほいっと。ここへ立ち入れるのは天井人とその進化の帰るがいない。何を言ってるんだあなたは。さて、おっと、
次の社を発見した。さて、じゃあここで現れるのはやつかな、ヘビさん。あ、反対側じゃないと開かないだと。よいしょ、いて、おおおおおお、ほいった、よいしょ、ほいほい、ほいった、えっ、今ちょっと今ちょっと焦りましたね、一瞬ね。ガードにしようかとどめ刺しに行こうか一瞬迷ったんですよ。その隙をやられましたね。さて拾っていくか、よいしょ。もう一体いるね、よいしょ。ダメージ受けてもひるまないのはいいんだけどさ、逆にさ、ダメージ受けたかどうかわかんないんだよねこの盾なし装備になるとさ、よいしょ、うん、ほっ、まああそこ壊しに行くか。そしたらほいと、よいしょ、ここを壊せばこいつらの動きも止まる。あれ止まらないじゃん、おーいよいしょ、あー、はまってしまった、これはまずい相当やばい罠だねこれ、よいしょ、ほい、よいしょ、お、あ、届かない、下段下段下段、よいしょ、回復、ほい、こいつの攻撃痛いんだよ、1400とか受けるからさ、おお、よいしょ、と思ったより簡単に死にすぎじゃない？参ったな。そう思ったより簡単に死にすぎですよこれ。またさっきの穴のとこまで行かなきゃいけないから、ちょっと穴に落としてください。で拾って、で回復して、回復を持たない、回復を持たない、持たない、持たない。おほほはい。いや、ちょっと腹立つな、あれ。あんなに囲まれたらあんなことになんの？これはちょっとお仲間と一緒にやっちゃいます？おチョコが足りないからさ、たまにはちょっとこう戦おうか。カイナさんと。戦って、あ、ダメージ全然入らない。ちょっとおちょこ稼ぎさせてください。たまには。あー、あぶね。回復もしてくんの？対人用最強の強雷を使ってもいいんだけどね。よいしょ、よいしょ。さて、おちょこいただきました。236の武功もいただきました。おちょこでも2個ぐらいしかなかったよね今ね。5個欲しかったな。おい、レベル差70ぐらいあるからさ、やべ、危ねえ。
よいしょ。いただきます。よし、これでおチョコはもらえてない。武功だけ、しょうがないな。よし、とりあえず戦略はゲットしつつ、あの下のやつ腹立つからちょっとね、排除しに行きたいな。いや、本当は無視していくべきとこなんでしょうが、腹が立つので倒しに行きます。この真ん中の方だったよね。あれ違った、こうか。よし、ちょっとチクチク行こう。はははは、ちょっとこれはひどいって。下落ちたら即死じゃん、あんなの。あれ拾えるかな。いやでも拾いに行きますよ。落ちてまず自分のあれを探す。触れる、じっくりじっくり倒そう。一直線、くそ、お前からだ。まずはよーし、まとめて倒せ、まとめて、なぎ払いで、集団なぎ払いで倒せ。こいつが強いんじゃ。よいしょ、くっそ、なぎ払い、よーし、通常の範囲攻撃でいけい。なぎ払い、いや、よいしょ、食らいやがれ。よう、一人倒した。うおー、耐えろ。あぶねえ、どうなってんだよこいつら。ちょ、上から誰か狙ってるだろう。削れ削れ削れ。いや、きつきついけどアムリタ結構溜まったね。おいおい、なんだよこいつら。あ、でもなんかちょっと見たことがないアイテムだったかも。合成するのにね、若干手間がかかるアイテムだった気がする。まあ忍び道具の箱、これはいいんじゃないか。さあ、城の地下まで落とされてしまった秀千代ちゃん、上りの道はあるけど、こっちは階段だ。階段じゃなくてはしごだ。おお、捕まるか。ロックさん、よいしょ。3発ぐらい当てて、下がって当てて、あ、ロックさんの攻略はこれだね。とにかく3発ぐらいで、あ、4発くるか。よいしょ。さあ、毒は回ってる。これただね、上に登って帰ってくるだけだと思うんだよ。おい、状態以上に弱い。ちょっと秀千代ちゃん、まずいよ。よいしょ。さあ、アイテム、おかち弓。あら、開けちゃう。
ショートカットであってほしい、単なる。ああ、どうだろう。これ普通に戦うやつじゃないか。こっちに、こっちに社があったりしない？社の音はするんだよね。この裏側か、社。開く？あ、ショートカットか。オッケー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 。よかったよかった。あそこ突っ込んでたら死んでたわ、絶対に。今のところ絶対あれだったもん。あの、白蛇さんですよ。あそこは。ここは。さあ行きましょう。あ、マジかよ。反対側。ここ降りなきゃダメだね。そしたらね、ほい、危ね、ほいじゃ、ほい、ほっ、うっ、危ねえ。クソ、下段じゃないとスタミナが持たないよ。よいしょ。やっぱ二王通機やっちゃうよね。一番この手のゲームが今一番自分の体調に影響してくるであろうと言っておきながら死にゲーをやってしまうんですよね。死にゲーっていうか、まあ、アクションプラス歴史っていうね、これがやっぱり抜群に組み合わせとしてはいいですよね。ほい、ほっ、プラス妖怪。アクション歴史妖怪だよ。よくこんなの持ってきたなってね、思いますよね。ほっ、これを壊しましょう。上段にして叩きろ。よーし、はっ、待って待って待って、なんかまた罠に引っかかったぞ。よいしょ、わらわの忠告を聞かぬかと。うわ、二人来た。よいしょ、ほいほいほい、ノーノー、1700。一撃痛すぎんだよこいつ本当に。ちょっと鬱陶しいやつから倒そう。危ねえ、1400。よし、危ねえ、おっと、ふぅ、これ豊臣の勢力に入ってたら HP が回復するはずなんだけど、豊臣の勢力入ってるよね。おかしいな。スタミナとかはね、スタミナの量はあるんだけど回復値が遅いから結局あんまり強くないっていうね。これまた登りに行く感じ？あの奥の道は何なの？ずっと地下走ってるだけだよね。まあまあクリアしなきゃいけないからさ、クリアしに行くけどさ、この地下はあれか、落とされた地下と一緒なのかね。うん、戻ってきたもんね多分。あ、待てよ、ここゴールか。でも誰かいるぞ、真ん中に誰かいる、このエリアに。誰かいるぞ。上なのか下なのか。さあ、コロービさん、ここだよね。スタミナの回復のスピードが遅いからさ、結局回復のスピードが遅いのが、おい、あだになってるよね。
この秀千代ちゃんにとってね。今のは落下死するステージだったら終わってたね。はっ、須玉ちゃんがいる。さあ、なんかくれと。この須玉ちゃんはこれだったよね。はい、どう、気に入ってくれた？よーし、うるしい。うん、よしよし、ヒガンマだとうるしい。じゃあここ登っていこうか。さあ、太ももものアップ。あぶね。で、ここか、こっちか、ゴールは。あールート的にはもうここで倒すしかないね。行くよ。多分ヘビさん出てくるから頑張って倒しましょう。あ、違った、ゴズミズさんか。いって、危ねえ。ここはちょっとこれで、よいしょ。危ねえよ。よいしょ。ちょっとちょっとちょっと。よいしょ。よいしょ。ここを壊せば相手の守備力が下がるんじゃないか。おお。ほいほいほい、よし、揚力が回復したぜ。いただきます。そしてここから打ち込め。あぶねえ。おお、よし、あ、死ぬ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 、危ねえ。おい、ヒダメージは少ないからなんとか耐えれてるけど、防戦一方だ。ヒデチョウちゃん防戦一方だぞ。ヒデチョウちゃん、まずいまずい、その入りはまずい。よし、一人でも倒す、一人でも。三つか。よし、一人になったらもうお前なんかに負けはしないんだよ。ラッシュラッシュ。うん、ふう、休憩休憩。おいよ、ヒダメージが少ないんじゃ三連続じゃ負けんぞ。うわ、待て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 、ここでやられたらもったいないぞ。ここまで追い込んだのに。よいしょ、しょうがない、これも拾うか。よし、ほっ、危ねえ。ふう、倒したけど、うん、
と八代は、お八代さんはレベル上げられそうだね。あ、須田まちゃんがまた歩いてる。何？挨拶して。うん。はい、じゃあ所持品をまた落とします。ここは？開く。あ、でも社が向こうにあるから社に行ってからだね。うん。彼岸花くれるからだいぶありがたいよね。本来はそのあたり駆使して戦っていくべきだったりするんでしょうが、ほっ、おりゃ、よし、何かが崩れ去った。そして誰かがいる。赤いマークがあるが、ここはショートカットか。おお、よし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 、とりあえず入ろう。拝んで、よーし、もうちょっとでレベルが上がりそうだね。失いたくはない。やっぱメインミッション行くとレベル上がるね。ここなんか記憶にあるぞ。そっか、この呪落台は奥にさんのイベントでここの呪落台見たね。よーし、なあ、今度こそ出てくるぞ、蛇が。あ、貨車か。ちょっとまずは貨車の攻撃力を削ろう。霊石を切って、よいしょ。おい、どこ行ってんだ。あいつにダメージやってくれ。よいしょ、ちょっと一切り復活かけて突っ込むか。貨車どこ？ほっ！せい！くらえ！うわ！いいダメージ入ってるぞ。4000。ほっ！よし。ふんふん。いいぞ、霊石さえ破壊しとけばダメージが入ってんじゃないか。その貨車は私の貨車じゃないぞ。こちらを受けるダメージも少ないぞ。ほっほっ、5000、いいダメージが入る。気力ビルドにするなら回復の気力のビルドの方に当てとけばよかったね。ついつい、気力の回復速度が遅いから最大値がどんだけあってもね、苦戦するんだよ。よいしょ、よいしょ、うん、狙ってくるじゃないか。うい、本家はこっちだ、貨車さんよ。これが本家の貨車だ。ぬう、死んじゃう死んじゃう。うん、痛い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 。さあでもここでほら、ほいほいほいと。いや、あら、荷物入れがいっぱいだと。お荷物整理してくるか。カムイとかなかなかいいやつが揃ってそうだから、あ、帰れるよねこれね。こっちだったよね。
お社さんは？あ、音がする音がする。よしよしよし。ほんならここで拝んで、あーやっぱりすぐ時間が経つねこのゲームね。武具奉納で、なんか弱いよね装備品がね。なんでこんな800とかの武器があるんだろうね今手元に。DLC で取った？そんなこともないよね。800クラスの武器が多いからさ、今持ってるのが。全然他の武具防具が弱いんだよね取ってもね。そうね、センスこの辺りはあってもいいのかな。和ばさみ、宝、気力回復速度上がるのはあってもいいかなと思うけどな。あんま変わんないか。忍術、こっちは2つ。よし、レベルは上げられるか。あーっと、いけるいける。そしたら芯はね、芯は45ぐらいで止めとこうか。あんまりここだけ上げてもね。まあ確かに刀には効果的ではありますが、回復のスピードが上がらないとなかなか厳しいところあるよね。気力のね最大値だけ高くてもさ、打てる回数がさ結局3発ぐらいで決まってるから、それがねもっと連続して回復値が高まれば打てるようになるんで、まあスポーツもそうだよね。回復値が高い方が連続してねいろんなプレーが行えるようになるんで。あれ、さっきのエリアは？児玉ちゃんの声がするじゃない、スネコスリ先生。あれ、さっき倒したやつのとこのエリアはどっちだ？ここ落ちたらまたまずいパターンでしょ。足元見づらいんだよ、画面黄色くなってるからさ。霊石破壊、ふん、今のうち破壊、霊石破壊、よーし。え、これやっぱりおさかべ姫じゃないか。ここなんか思い出してきたぞ、おさかべっぽい。いや苦手なやつなんですよあいつ、おさかべ姫っぽいな。あ、どうやって倒したかな、おさかべ姫。めっちゃ時間かかったんすよね最初のミッションの時。そうだそうだ、これ多分おさかべだ、おさかべ。どうしよう。あ、ムジナちゃんか。何？ひざまずけ。ほい。オッケー。ほっ、ほっ、ほっ。邪魔すんな。ふぅ。よいしょ。おー、なんかいっぱいくれたよ。ムジナちゃんも取って、あれさっきのヘビちゃん、ヘビちゃんじゃないや、さっきのあいつのとこはどこなの。ヤシロ、あ、ここだったんだよね。消えちゃうのか、ヤシロに入ったら。うわー、その場で整頓すればよかったね。そしたら行くか、大阪部さんのとこにね。ちょっとお腹も引き連れていこう。今回は235、236の人に確かね。失敗しました、バムフラフさん、お願いします。絶対大阪部姫だって。
あの苦手なめっちゃ苦戦したやつ。招いた覚えはないぞ。いや、おさかべだ。まあ、慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。リアルだな、これ。竹中直人さん採用したのマジですごいと思う。さあ、来たよ。おさかべ姫さんが。超苦手なんすよ、このボス。攻略の仕方がわからんからね、まず。ほい、雷か、こいつは。雷ガード必要だったな。よいしょ、バフさんが全く攻撃してくんないぞ。銃弾大丈夫か、バフさん。ほい、近づいて攻撃できるかな。よいしょ、うーん、よーし、バクさんお願いします。あ、体力がマックス回復しない。で、うわー、そう、こいつこけるんだよ確か。思い出してきた、思い出してきた、攻略方法。こけるんだよ近づいたら確か。耐えて行って、これこれ、こうなったらすげえダメージが入るんですよ確か。だからそうなるまで気合入れてこの足を倒すっていう、そんなだった記憶がある。よいしょ、オッケー。なんか足遅くなってない？ふんふん、痛えな。よいしょ、バンクさん大丈夫か。おおおおお、消えた、倒したか。あぶねえ、足が遅くなってるよね絶対に。よいしょ、くっそ、あ、ここでカウンター狙うんだった。思い出した思い出した、あれでカウンター取るんだ。カウンター合戦だったね、ここ。思い出した思い出した。よいしょ、カウンター合戦や、カウンター合戦打ってこいよ。カウンターでとどめを刺してやるよ。うわ、ふん、ふん、よーし、思い出したぞ。お前の攻略はカウンター合戦だ。ほいほいほいと、ほら、来いよ、カウンターでとどめを刺してやるぜ。うっ、距離感がつかめん。よいしょ、カウンターでとどめを刺そうと思ったけどカウンター決まらんかったね今ね。あと1個か回復。寝たときはチャンス。うわ、
燃えてる燃えてる、くっそ、もうちょいもうちょい、くっそ、回復、危ねえ、くっそ、撃ていい、よし寝た寝た寝た、ほい、よーし、あとは本体のとこに行くだけじゃないか。まだ両手が残ってるか。ふん、危ね、あーなんか蘇ってるぞ、攻略法がわからん、うん、うわー固まってる、くっそ、こうなってからだよ、こうなってから乗り込めないのか、こっちには乗り込めない、ふざけんな、あーこれはこれはまずい、あなんか降りてきてるぞ、あいつが、あーいや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 、攻略法がわからんのよ、あっこまではいけそうだけど、ボスの直前まで、直前の部屋じゃないのか、どっかあるはずだけどね、セーブポイントがね、さすがにね、うっと危ね、ここまで走ってこいと、しょうがないな、235の方に助太刀をこいましょう、いくよ、近接でカウンター狙い行こう、いや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 、どうすんのどうすんのよ、はい、ほいほい、いやー、おい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 、初っ端から死ぬだけやめてね、ビルドが似てるぞ2人、よいしょ、まずは動いて、よいしょ、ほい、くっそ、危ねえ、なんでだよ、いや足落としたら絶対に本人が来たはずなんだけどな、どうやったっけ、これショートカットないの、ボス部屋までの、うわやっぱ苦手だわあのお姫さん、ショートカットありそうだね、こっちにつながるやつね、そしたら裏側にとりあえず回り込んで外側を開けられるようにまず頑張りましょうか、よいしょ、あるとしたらこっちだよね、こいつを倒そう、でここ降りるのか、でで音はするね、
ピッポンピッポンって。あー、ここで、はい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 、オッケー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 、これでもう敵を回避して。いや、おさかべさんどう倒す？おさかべさん味方いてもあんまり、なんかあんまりだしな。でもやっぱり攻撃でまず狙っていくべきだよね。攻撃効いてたもんね。半分ぐらいは削ってたと思うんだけど、攻撃で。目が開いてないと当たんないしね。あー、開く時があんのかな、目が。てよ。ちょっとガードで防ぎ切って、ほっで、ここ多分安全地帯だと思う。ここまで逃げ切って一個一個駆逐していこう。これね、ダメ受けちゃうからね。ガード、よいしょ、逃げて、あ、倒れた、くそ、よいしょ、ジョイさんが倒れそう、よいしょ。さあ、1体倒した、1体倒すと目が開くんじゃないか。狙い通りか、くそ。これも、危ねえ。カウンター取りだよ、カウンター取り。くっそ、よいしょ。カウンターでどうやってやるんだったっけ。ここに行ってカウンターのやり方を忘れてしまうっていうね。下段だ、下段、下段で行くぞ。よし、攻撃の回数だけ増やせ。よーし、行って行って、ちょっと待って待って、このタイミングで当ててくるか、おさかべちゃんよ。よし、ガードしてもダメージ受けるのが痛い。うわ、危ねえ。よいしょ、よし、よし、下段に戻しつつ、ほいほいほい、下段で削れ、下段で。こいつの攻撃はもう下段攻撃で削れ。はい、痛いぞ。うん、うん、よし、やつの目が開いたときに打ち込んじゃれ、打ち込んじゃれ、よし、よし、あと下段で3発削ってカウンターを食らわせたかったが、よし、3発で、3発、なんか3発だけ当てて、ガードはガードでいい。その気力で持たせろ。で、カウンターを当てていく。あとはガード。4つか。厳しいな。よーし。あとは手前のやつも削れ削れ。そして、相手打ちに当てろ。
よし、下がって。ほい、ほい、ほい。はい、はい、はい。そして、切る、切る。カウンター、早めに行ってもちょっと当たるぞ。いい。ほっ。よいしょ。カウンター早めにやっていく。うっとうしいやつを倒す。よし。そして狙いを定めて打ち込め。よし。なんか叫んでるぞあいつは。おいおい。よし。くそ。よーし、体力減ってるけど。ふざけんな。よーし、毒痛えな。回復いって、ほっ。ここで回復する。当たってる？よーし、水が痛いってば。よいしょ。目は開いてるか？目開いてる。よーし、地味に当てていけ。よーし、あとはお前だけだぞこの野郎。手間かけさせやがって。よーし、なんとか神攻撃使わずに勝てたね。大阪姫撃つものきつかった。いやー、達成達成。西方書押し切り長谷部。いやいや、ありがたやありがたや。よいしょ。お、両義戦魂。そして大阪部姫を魂を取って、先には進まないよ。無名ちゃんと話そうよ。それが平等院で見たあやかしを滅ぼす刀。その刀があればきっと。うん、さあ藤吉郎を追いましょう。さあ藤吉郎を追いましょうと。よーし、今回はじゃあここで終了しよっかな。激闘だったね。いや、きつかったきつかった。大阪部さん、まあ苦手なボスのうちの一人を倒すことができてよかったですね。攻略法がね、いまいちわからんっていうね。まあ周りのやつを多分倒せば頭下げてくれるんでしょうが、あやかしを滅ぼす刀ついに取り戻したわね。言い伝えが本当ならどんなに強いあやかしにでも枯れるはず。あやかしになってしまった藤吉郎、私たちの手で止めましょう。
だけどあんなに取り巻きがいたんじゃ正面から陶器商に近づくのは難しそう。何かいい案がないか天下に相談してみるのはどう？ということで、大阪部さんの無事な、さあなんとか攻略できましたね。いやきつかったきつかった。ここの後も214とかだからね。まあ拠点でレベルはまだ全然上げられないね。21万でしょ、めっちゃ必要じゃん。さあ奉納していきましょうか。鬼丸三日月宗近。いや、いい武器手に入ってるんだけどね。786だからさ、もうこの辺のやつとかいらないんじゃないかなと思ったりするんですが。大太刀はね、今の武器が強いから、両面宿儺が。両面宿儺さんのおかげでまあまあ戦えてるっていうところもあるよね、正直ね。大筒とね、最下集、日輪、赤備え、この辺だよね、地方なんですか。これギーが足りないのか。数珠、雷よけ、まあ、この辺はもうね、今より強いのはあんまり手に入らないと思うんで、はい。ということで、今回はね、ここで終了しようかな。術がね、乱れ宮内巻き節。なんかね、いっぱい持ってるはずなんですが、成長できる要素をね。スキル習得がこんだけあるからさ、なんか、取ってもいいよねって感じよね。侍スキルとかね。これ何？斬新での最大空腹量が 30% 増加する？真の値に応じたダメージボーナス。あ、これいいじゃん。真の値だったらね。ここは斬新値。あれ、こんなの持ってないの？斬新で記録の最大回復を成功させると発動。次に回避行動を行った時の記録消費がなくなる。下段専用ね。あ、下段のこれ持ってないのきついな。下段で戦ってるのにね。術、忍び、素手、白羽取りか。常時発動、体力プラス30。あ、5の値に応じた。ダメージボーナス。これめちゃくちゃいいぞ。599だからね。これはいいな。あとはこの辺は火縄銃、弓、遠距離武器の攻撃力。上段構えな攻撃。これ上段構えか。回避で斬新性の下段。これ欲しいんだけど。あ、これも持ってんのか。どうしような。7ポイント。いや、でもこの5の値に応じて当てるやつ欲しいよね。U。これ。あ、これ持ってんのか。あ、じゃあ欲しいものはもう取ってるね。大太刀のスキルは ?1 個あんのか。裏づち。なるほどね。体当たり、エルタス資格、荒波、夕風天。おう。あ、なるほど。なんかいっぱいスキルあるんだけどさ、もう熟練度がマックスだからさ、大太刀のさ、
これもらえないんだよね。こういうのがね、つけられないんだよね。なんかいっぱい増えてるぞ、王たちのこれ。なんだ、あれで増えたのか？アップデートで。どうしよう。ユーカゼチ。上中段構えから下段か。やっけ、下段からの攻撃じゃないとダメだよね。早水。いや、これはいらんかな。ツバメ返し。いや、これもいらんかな。技よりかは、早影に。いやー、王たちのスキルポイントはね、手に入らないんだよ、なかなか。多分、その、ミッションクリア、みたいな感じで、やっていかないと、もう手に入らなくなってるから、威圧ね。威圧系じゃないと多分手に入らないから、まあ、苦しいよね。はい、ということで、今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございます。やっぱ時間かかるね、このゲームはね。まあ、目に良くない。まあ、今回はこれで終了します。ご視聴ありがとうございます。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。